ロバート・カーターと、そして早速河村勇輝が入ってきました。さあアウトバーンズ横浜ボールです。早速河村勇輝がインバウンズ、そしてもう一度受けます。富樫がつく、いいですね、はい、コーナーからイクガラのスリー、リバウンドサイズ、ボールの動きとしては非常に良かったですからね。今ねオープンの形は作りました、はい、さあそして今度は富樫勇樹に、うん、河村勇樹がついていきましたが、富樫のスリー、これが落ちる。森川から預けて河村勇樹、河村、カーターのスリー、おー決まってきますね。ここら辺さあ富樫勇樹と河村勇樹ダブルチーム、まあ、少し手を出していくんですけど、はい、簡単にボールが今回ってますよね。おお河村と、河村のディフェンスからターンオーバー、そこまでよくはないですけども、よく打ち切ったなという感じはしますよね、はい、さあ一方5分半のプレータイムがありました河村勇輝です。こちらはどうでしょう。まだやっぱり自分のプレーはさせてもらってないですよね。やっぱりさすが千葉ジェッツ背番号に富樫勇輝。第1クォーター残り少なくなったところで田口に代わって富樫が入りました。ファール2つの田口がベンチに下がっています。ちょっとファールが第1クォーター、西村に対しては森、富樫に対しては河村がつきます。富樫と河村、2人の勇気、富樫、富樫シュートまで持っていきましたがリバウンドベクトン、富樫勇気と河村勇気のマッチアップ、楽しみなマッチアップです。佐藤拓磨、もう一度富樫へ、原シューター、なんか余計重たくなってきましたね、これね、はい、そんなに本数は多くないんですが、原確率いいですから ね、思い切って打ってもいいと思うんですよ、リズムよく。秋のスリー、チェンパス、これはボードに当たりましたが、リバウンド、1分17秒、さあ、千葉ボールでゲーム再開です。佐藤が入れて、富樫、そして河村、富樫と河村のマッチアップが続きます。河村勇輝のスティール、河村、これ、富樫戻る。やり返しましたね、やり返し、はい、うん、ディフレクションでボールをはたきましたよね、はい、アウトオーバーンズ横浜ボール、しかし河村勇輝がここで富樫に対してスティールを見せました。うまいですね、はい、エドワーズに押されたのを利用したような形ですよね、福岡第一から東海大学に行ってまた特別指定でやってきましたけれども、やりちゃん、富樫、富樫ビッグアンドロールから入っていきます。佐藤拓磨、もう一度富樫、富樫と河村、富樫、サイズ、あ入らない、セカンドチャンス、サイズ、河村勇輝、富樫がすり抜ける、ドライブスルーからもう一度富樫に河村がつく、富樫と河村、何かこのマッチアップを楽しみよう。富樫、もう一度置き去りにしてサイズ、サイズのフローター、リバウンドベクソン、